アースアジアです。今日はねホグワーツレガシー杖徹底解説やっていきたいなと思います。今作のねホグワーツレガシーでは自分で杖を詳細に決めることができまして、まあ、例えば原作に登場するキャラクターの杖を真似することもできるし、自分の好きな素材だけを集めた完全オリジナルの杖も作ることができます。まあ、ゲーム内でこの杖によっての効果っていうのは変わるわけではないんやけど、杖にね秘められた思いっていうものを知った上で作るとさらにね面白く愛着が湧くと思うので、ぜひですねこの動画を見て作ってみてください。それではどうぞ。まずねこの杖を作る前に知っておいてほしいことが、杖にもね意思があるということ。ギャリック・オリバンダーが言うには、人が杖を選ぶんじゃなくて杖が人を選ぶと言われるように、杖にもね意思があって、まあ、それぞれね性格も違ってきます。その杖と自分自身の性格を合わせて一番相性がいいものをですね、ぜひ選んでみてください。でこのギャリック・オリバンダーの店で決めれるものが、まずはねこのデザイン、デザインはですね8種類あって、あとはですねカラーも3種類あります。まあ、これはね正直意味はないので、完全に自分が好きなものを選んでみてください。まあ、例えばこのナチュラルなグレーにしたらヴォルデモートの杖に似たものが作れます。まあ、こんな感じで原作に合わせるのもいいかもしれません。でこっからがいろいろね意味が変わってくるんやけど、木材の種類、これはね全部で38種類あります。あと長さもねここの 9.5 インチから14.5 インチまであります。そして木材のね柔軟性、これもねかなり種類があります。そして一番肝心なのがこの芯ですね。芯はこのオリバンダーの店では3種類から決めることができまして、ドラゴンの心臓の金線とユニコーンの盾紙と不死鳥の羽。じゃあまずはこの芯の紹介からやっていきます。ユニコーンの盾紙は芯の中で最も所有者に忠実、ほぼ一貫して安定した魔法を繰り出せると言われてます。まあでも闇の魔術を使うのは難しいらしくて、アバダケダブラとかクルーシオあたりはうまくね発動できないらしいです。またね取り扱いを間違えると芯が不能となり死の状態になるので差し替えがね必要になってくるらしいです。主なねこのユニコーンの盾紙の所有者として、セドリック・ディゴリー、リーマス・ルーピン、ドラコ・マルフォイ。まあこのマルフォイの杖はハリーポッターに取られたんやけど、この芯のおかげでハリーにもね言うことを聞いて呪文をね打てたと言われてます。はい、じゃあ次はねドラゴンの心臓の金線。まあ一般的には最強の杖の芯と言われていて、ド派手なね魔法を繰り出すことができます。またね闇の魔術も使いやすいらしいです。ただしね忠誠心は常に現在の所有者に当たるので、人から借りたとしても言うことを聞いてくれないらしいです。またね気まぐれで事故も起こりやすいらしいです。主なねドラゴンの心臓の金線の芯を使った所有者として、ハーマイオニー・グレンジャー、ベラトリックス・レストレンジ。まあ、ベラトリックスは本当ドラゴンの金線っていう感じがするよな。あとはねルシウス・マルフォイであったり、ミネルバ・マクゴナガルもこのドラゴンの心臓の金線です。はい、じゃあ最後は不死鳥の羽。この芯はねかなり希少だと言われていて、最も広範囲の魔法が使える芯だと言われてます。まあ、しかしねユニコーンの盾紙とかドラゴンの心臓の金星に比べると魔法を使いこなすには時間がかかるらしいです。そしてねこの芯は自立していて、時々自分自身の意思で動くことがあるらしいです。まあ、映画でもねこのハリーポッターはこの芯を使ってるんやけど、勝手に杖を振ってボルデモートと対決したとか、そういうことがね起きるみたいですね。まあ、これはねいい例なんやけど、勝手に動くから多くのね魔法使いは不死鳥の羽の芯を好まないらしいです。主なね不死鳥の羽の芯を使う所有者はハリーポッターとボルデモート、まあこれはおなじみだね。まああとはねケトルバーン先生と、セルスティナ・ワーベック。はい、じゃあ続いてはですね木材の種類について。まあこれはね38種類あるので、まあ全部詳しく見ていたら途方もない時間がかかるので、まあ、かなりですねまとめた分を淡々と紹介していきたいなと思います。アカシアはね杖の木材としては非常に稀で、所有者以外が魔法を使おうとすると拒否することが多いらしいです。まあ、だからこの木材、アカシアの木材とさっき言ったこのドラゴンの心臓の金線、まあ、これの組み合わせにすると、まあ、よりね他の人が使えないような感じの杖になります。はい、じゃあ続いてはねハンノキ。選んだ所有者に対してはすごく忠実で、無言呪文に向いてると言われてます。この無言呪文っていうのは呪文を唱えずに言うことなんやけど、これはねかなり難しいんやけど、このハンノキを選ぶことによってこれもね使いやすくなってるみたいです。はい、じゃあ続いてリンゴ。
闇の魔術を好まず大志を抱く理想的な所有者を求む。リンゴの杖の所有者は人々に深く愛されて長生きされると言われてます。オリバンダーの店でも非常に人気のある木材の種類らしいです。続いて鳥猫。鳥猫の木材とユニコーンの盾紙の芯の組み合わせるとさらにね杖が強くなるみたいで、固い信念や目的を持ち精神力があって地溺れしない所有者が選ばれるみたいです。続いてアスペン。魔力の力はとても強くて争い向けの魔法に向いてるらしいです。続いてはブナ。年齢以上に知恵がある人や経験を積んだ所有者に向いているらしくて、相性のいい理想的な所有者の場合は繊細で技術の高い魔法を放つことができるらしいです。続いて林木。戦士に向いている闇の魔術もね使いやすいらしくて、この林木の杖の所有者が一緒に危険や苦難を乗り越えると真の絆を築くことができるみたいです。またね林木の杖の所有者は闇払いやアズカバンの住民が多いみたいですね。まあ、木材の種類としてはアスペンに結構似てる感じがするね。黒ぐるみ。洞察力に長けていて直感で鋭い所有者が向いている。しかしね心に迷いがあったり自分を偽ったりしていると力をね発揮できないだけでなく杖の効力も失うらしいです。続いてヒマラヤスギ。スギはね真実や物事を見極める力のある所有者に向いていて、愛する人を全力で守る杖だと言われてます。はい、じゃあ続いては桜。まあ、日本の魔法学校の生徒では高い評価を得ていて、桜の杖を持っていると尊敬されるらしいです。そしてこの桜の木材はどの芯を使っても致死力を持つ。続いては栗。杖の芯材や所有者の性格に影響される多面性のある杖の木材で、魔法動物の調教や薬草研究、飛行の達人などね何かに秀でた才能を持っている所有者に向いていると言われてます。続いて糸杉。勇敢で自己犠牲を問わず自分自身や他人の心の闇とも向き合うことができる高貴な精神を持つ所有者に向いている。まあ、グリフィンドール生とかこの糸杉はかなり合いそうな気がします。花水木。ギャリックオリバンダーお気に入りの杖らしくて、気まぐれでいたずら好きらしい、遊び心のある楽しい所有者に向いているらしいです。続いて黒炭。戦闘術や変身術に最適で、自我を持って生きどんな圧力にも屈しせず己の信念を貫き通す所有者に向いている。またファンの中ではスネイプの杖はこの素材ではないかなと推測されているらしいです。続いてはね一番みんなも知ってるんじゃないかな、ニワトコ。これはね杖じゃなくて木材のことを言ってます。でこのニワトコは一番希少な杖の木材で、所有者はかなり不運になると知られています。ニワトコの杖は強力な魔力を宿しているが、所有者が力がないと判断すると所有者を見捨てるらしいです。まあ、ゆえにね最高レベルの魔法使いではないとニワトコの杖をね長く所有できないと言われてます。ニレ。他の木材の杖に比べると事故やミスが少なく、洗練された優雅で上品な魔法を繰り出すことができるみたいです。続いてヨーロッパなら、強さ、勇気、忠誠心のある所有者を選び、苦楽を共にする忠実なパートナーになるらしいです。続いてはモミ。専門分野に集中する強い意志と頑固とした態度で挑むことができる所有者を選ぶ。またね変身術に最適な木材らしいです。続いてはサンザシ。サンザシはねひねくれた性質があるので、扱いを間違えると呪文がね跳ね返ってくることもあるみたいです。ハシバミ。所有者の感情を代弁する、自分自身の気持ちをコントロールできる所有者に向いている。ヒイラギ。怒りや感情を抑えることが困難で精神的に危険に身を置く所有者を選んで助ける。このヒイラギに至っては自分の悪いところを助けてくれるちょっと変わった杖になってます。クマシデ。所有者の意思を察する小回りの利く繊細な杖。カラマツ。この木の杖は所有者に勇気や自信を与える人気のある杖らしいです。月桂樹。初めての所有者に非常に忠実で、他人が杖を奪おうとすると勝手に雷が落ちる性質があるらしいです。カエデ。生粋の旅人や冒険者など野心のある所有者を好んで選ぶ。ナシ。所有者が優しくおおらかであると最高の魔力を発動できる。マツ。自立していて単独行動を好み、謎めいた雰囲気で長寿を全うする所有者を選ぶ。またねクリエイティブな新しい魔法や手法、呪文を好む。ポプラ。ポプラの木の杖は完璧で強く一貫性があって安定している。明確な道徳的観念のある所有者を選ぶ。赤頭。血統に最適な杖で反射神経のいい所有者を選ぶ。器用で身軽で機転の利く所有者に向いている。セコイア。幸運を呼ぶ杖と言われていて、逆境や破滅を乗り越える正しい選択ができる豪運な杖と言われてます。七かまど。
最強の防衛力があるとっても人気のある杖。頭脳面積で優しい人に向いている銀葉母体樹。予知能力が必須の占い師や怪心術の達人が所有すると最高の魔法を繰り出せると言われている。頭皮、熟練した技術を要する。ユーモアがあって大技を繰り出す所有者に好まれる。明確な所有者に対して杖の忠誠心は強く、所有者を助ける華やかで派手な魔法を繰り出すことができる。しかもは好奇心旺盛で生き生きとした冒険好きの所有者を好む。つまらない理由で魔法を使うと杖が燃え出すという難点がある。ブドウの木の杖は稀で、大きな目的意識を持っていて、それを追求したり達成したりする所有者を好む。さらにね、見た目では計り知れない人格を即座に見抜くことができる。クルミ、知的な所有者に向いている。革新的な魔法を操り出したり発明したりする所有者が多い。柳は治癒力がある珍しい木材で、見た目が美しく、杖は高度な無言呪文を繰り出すことができる。最後は1、突出した力のある所有者を選ぶ。間違っても平凡な魔法使いは選ばれない。そのため所有者が勇敢だったり悪名高い魔法使いだったりすることがある。この杖の持ち主はトム・リドル、またの名をヴォルデモート。続いてはですね、長さにいて、長さはですね、所有者の個性が杖に反映されると言われていて、まあ一般的な長さは23センチから36センチまであると言われてます。で、長さの意味はですね、4種類に分けられてまして、極端に短い杖、短めの杖、長めの杖、極端に長い杖、この4つにですね分けられてます。極端に短い杖の特徴として、正確に欠陥のある魔法使いが選ばれる傾向があるらしいです。これはね、小柄な人が選ばれるんじゃなくて性格的な問題らしくて、これに該当するのがドローレス・アンブリッジとかギルデロイ・ロックハート。続いて短めの杖、熟練した呪文をかける魔法使いに適している傾向がある。まあ主な人物としてはミネルヴァ・マクゴナガル、ハリー・ポッター、ハーマイオニー・グレンジャー。続いて長めの杖、劇的な呪文のかけ方をする魔法使いに適している傾向がある。主な人物はセドリック・ディゴリーやネビル・ロングボトム。そして最後、極端に長い杖、大柄な魔法使いが選ばれる。まあ、ここがね、さっきとちょっと違っていて、極端に短いのは性格的な問題やったんやけど、最も長いのは性格ではなく姿、大きさによって選ばれてるみたいだね。まあ、主な人物としてはニュート・スキャマンダーやニワトコの杖、あとはね、一番長い人がルシウス・マルフォイの杖で 45.7 センチ。はい、じゃあ最後の種類はですね、柔軟性について。まあ、この柔軟性に関しては公式では説明されてないので、これは予想になるんやけど、総合的な組み合わせではないかなと思われてます。例えば木材の種類がシカモアだったりすると、好奇心旺盛になるので、まあ、柔軟性としてはかなり曲がりやすいとか、まあ、こういう風にね、選んだらいいなと思います。はい、ということで今回はですね、ホグワーツレガシー杖徹底解説やっていったんやけど、いや、杖のね、種類がもうほんと人物並みに多くてびっくりしましたね。まあ、あとはね、木材の種類で同じようなやつが何個かあったんやけど、まあ、もっとですね、詳しく知りたい方は概要欄の方に貼っておくので、まあ、そちらから調べて作ってみてください。これからもですね、ホグワーツレガシーに関する情報であったりとか、あとはですね、長めの実況の方も上げてます。もしよかったらですね、高評価とかチャンネル登録、あとね、コメントしてくれるとたまにね、返すようにしてるので、ぜひよろしくお願いします。ということでこの辺で終わろうと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。